ちは、まーです。敬老の日にプレゼントしたい簡単かわいいプレゼントをご紹介します。一つ目はこちらです。プラ板で作ったカメさんの手形です。プラ板なので小さく縮んでミニサイズの手形になってます。材料はこんな感じです。絵の具ご注意ください。水彩絵の具ではできません。100均にも売ってあるのでこんな感じのアクリル絵の具をご準備ください。それではここから準備して作っていきます。色なんですが、欲しい色がない場合は食紅で白いアクリル絵の具に色をつけても作ることできました。私は緑、食紅でこんな感じで作りましたよ。今回カメさんの絵にした理由は長寿の象徴だというところからです。それではこの緑混ぜていきます。焼くとギュッてなって色が濃くなるので、できるだけ薄めに色は作っていきます。今回緑色と黄色と、そしてもう一色ピンクをカメさんのほっぺたに使っているので、その3色を作っていってます。いい感じの色ができたら手に塗っていきます。今回筆がなかったのでハケで塗っていってます。今カサカサのしっかり乾いたハケでいきなり塗ったんですけど、この後このハケを一回洗って次黄色に行ったんですが、その時の方が塗りやすかったし仕上がりも良かったので、ちょっとハケを濡らしてから塗り始めた方がいいかと思います。緑が濡れたらハケを洗って黄色塗っていきます。動画を見てもらっても黄色の方がさらっと塗れてるのがわかると思います。先に塗った緑色が乾かないうちにささっと、でもしっかり塗ったらプラ板に押していきます。場所が定まったらグッと一気に押していきます。ずれないように気をつけながらしっかり一本一本押していきます。最後に全体をもう一回グッと押したら取ってみます。続いては子どもの小指にピンク色の絵の具をつけてほっぺを描きます。そして顔を描いていきます。この顔やさっきのほっぺは子どもさんにお任せしてもいいかなと思います。今回は私がやりました。カメさんが完成したらプラ板切っていきます。角があると危ないので角ができないように手形に沿って切ってます。大きめに切って周りにメッセージを書いたり、手形の手のひらの部分などにメッセージを書いてもいいかなと思います。こんな感じです。キーホルダーにしたいので焼く前に忘れずに穴開けパンチで穴を開けます。ぶら下げる時のことを考えながら場所を決めました。焼き上がったらこんな感じに小さくなります。色も濃くなります。これで完成でもいいのですが、私は名前シールを貼ってレジン液でコーティングしました。ちびちびお稽古2つ目はこちらの不思議なカードです。材料はこんな感じです。水が中に入らないようなチャック付きの袋と、その袋の大きさに合わせた紙を準備します。そしてこんな感じです。中に入れる紙にブーケを書いて、そのブーケの絵を中に入れてまたは重ねて油性ペンでなぞりました。あとはこちらのブーケを袋に入れて水が入らないようにしっかりとチャックを閉めたら、あとはこの中に入れるだけです。透明の容器に水を入れています。入れます。なんと絵が消えました。この状態で初めに見せて、おじいちゃんおばあちゃんいつもありがとう大好きだよで引っ張り出したらブーケが見えるという仕組みです。いろいろ試してもらったらいいのですが、このブーケを見る角度なんですが、上から見ると成功します。横から見ると普通にイラスト見えちゃいますので、上から覗いてみてくださいね。ちびちびお稽古3つ目はこちら、メッセージ入りのマグネットです。材料はこんな感じです。グルースティックはもともと色がついてあるもの、ラメが入っているものを使用しました。透明なものを使って食紅などで色をつけても可愛くできるかなと思います。丸型の超強力マグネットをシリコン容器に入れます。強力すぎてくっついちゃうので真ん中の列は開けてます。
ここにグルースティックをカットして入れていきます。マグネットが入っている枠にまんべんなく入れていきます。いっぱい入れた方が厚みがあって出来上がりが可愛いです。それでは電子レンジで加熱します。加熱したら十分冷めてから取り出していきます。これでとっても可愛いマグネットの出来上がりです。これでプレゼントしてもいいのですが、メッセージを添えたい方はシールで貼ると可愛くできましたよ。その時シールを貼るだけでは取れてしまいそうなので、トップコートを塗るか、私はレジン液でコーティングしました。シールだけでなく一番右のマグネットみたいにビーズを乗せても可愛かったです。ちびちびおけいこ4つ目はこちら、メッセージ付きのお守りです。材料はこんな感じです。グレーの部分はアイロン台です。まずはこの軟質な柔らかいタイプのカードケースを作りたいお守りの大きさに切っていきます。つながってるところを利用してこんな感じで切ってみました。そして裏返してマチができるようにこんな感じで折っています。そして右側の端っこをまずは留めていきます。アイロンは中温でやってます。アイロンにもよるかと思いますので、様子を見ながら温度を調節してみてください。裏返してます。左側くっついてます。こんな感じで続いてメッセージカードを入れます。そしてビーズやラメを入れていきます。入ったら右側をアイロンでくっつけていきます。1回目の時に言ってなかったんですが、必ずクッキングシートをしてアイロン当ててください。クッキングシートをしないと溶けてしまいます。しっかり当ててくっついたら、この上をマスキングテープで飾ります。くっついてない部分があるとこうなります。もう一度ビーズやラメを戻してアイロンで補強します。写ってないんですが、補強をしたらマスキングテープで貼っていきます。上側部分にもマスキングテープを貼ってお守りの形にしていきます。あとは真ん中に穴開けパンチで穴を開けてリボンをつけていきます。リボンじゃなくてキーホルダーとかチェーンみたいなのを使ってもいいかなと思います。リボンを通して結んだら出来上がりです。メッセージが見えたり隠れたりする素敵なシャカシャカお守りが出来上がりました。ちびちびお稽古最後はこちらです。いろいろ欲張ってますが簡単に作れますので最後まで見てみてください。真ん中の写真が入っている部分作っていきます。スポンジシートをハート型にまずは切っていきます。続いてこちらのハートを半分に折って内側をくり抜く形で切っていきます。四角くくり抜きます。このくり抜いた部分に写真が入るようになります。2つ目は一番上にあったピンク色の飾りの部分を作っていきます。ピンクのスポンジシートがなかったので白いスポンジシートにピンク色のフェルトを貼っています。黄色もひし形で準備しました。ピンクのひし形の内側をくり抜いていきます。裏返してチャック付きの袋を両面テープで下側だけまず留めていきます。グッとくっつけたら袋の口を開けて、こちらにカラーセロハンやラメなど飾りを入れていきます。そして洗濯のりをほんの少し入れます。あとは中身が出てこないようにしっかりとチャックを閉めて、口の部分くるっと折り返してテープで留めます。袋を二重にしておくともっと安心かと思います。こんな感じで飾りの部分出来上がりました。お好みで中身変えてみてください。行ったり来たりして申し訳ないんですが、先ほど写真を入れるって言った部分に戻ります。印刷した写真をこの窓に合うように大きさ切ってマスキングテープで貼りました。簡単に写真を交換できるようにマスキングテープにしています。3つ目はこちらです。上側と下側に同じぐらい切り込みを入れます。こんな感じで大体で入れてます。ここにメッセージカードを差し込みます。こんな感じで差し込むと立体感があって可愛いです。このままでは心配なので裏側テープで留めておきます。あとは裏返してモールでつないでいきます。今回は簡単にテープでくっつけてます。切りで穴を開けるとより丈夫に作れるかと思います。一番上は切りで穴を開けてモールを通します。モールを輪っかにしておくとどっかに飾る時に
簡単にひょいっと飾れるかなと思って輪っかにしています。これで欲張り飾りの出来上がりです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。